20歳のヘイデンスタム・ユーハン・クラウセンによって描かれたヘイデンスタム・ヘイデンスタムの墓、カール・グスタフ・ベルネル・フォン・ヘイデンスタムは、スウェーデン・エレブルー県、オルシャマル出身の作家、詩人、小説家。1912年からは、スウェーデンアカデミーの会員に選出され、1916年に、セルマラーゲル・レーブに次いで、スウェーデン人二人目となる。 ノーベル文学賞を受賞したとして知られる。また、ヘイデン・スタムが母国スウェーデンを歌った、し、スウェーデンは、同国の作曲家、ビルヘルム・ステイン・ハンマルが曲をつけて、スウェーデンの第二国家の歌詞として使用されている。ヘイデン・スタムの作品の多くは、スウェーデンの人物、生活、伝統などを、時に愛国的な視点から情熱的に描いたものが多く、188 18年に、 表した、諸女作、純礼と放浪の歳月は、南ヨーロッパや近東を旅行をもとに書かれたもので、自然主義文学に対抗して、シンドマン主義の旋風を巻き起こした著作として名高い。1859年7月6日、スウェーデン・イエレブルー県のオルシャマルに、エンジニアで、貴族階級出身だった父グスタフ,フ・フォンヘイデン・スタムと、母マグダ・レーナのもとに生まれる。 ヘイデンスタムの先祖にはかつて、スウェーデン王の寺院を務めていた、ピーター・ホン・ヘイデンスタムがおり、ヘイデンスタムも、代々貴族階級の家系として、ベッテルン湖付近にあった少園で育った。少年時代は、首都ストックホルムの学校に通い、優秀な成績を収めていたが病弱であったため17歳で、学校を退学し、その後は療養も兼ねて、南ヨーロッパや近東などを旅行した。 旅行中に最初の妻エミリアと結婚し、画家を志して、フランスのパリで彫刻家、画家のジャン・レオン・ジェロームの文化となり学んでいたが、スイスでヨハン・アウグスト・ストリンド・ベリトの出会いをきっかけに作家を目指すようになった。1887年に帰国して、父の後を受け継いで荘園の主となる。翌年の1888年には、実業家のシーベルと、 アルベルト・ボニーアの協力のもと旅行の体験をしに、まとめて、南ヨーロッパなど、現地の素朴な生の喜びを歌った、諸女集、巡礼と放浪の歳月を発表し、同国出身の批評家シーベルト、ゲオルク・ノーデンズ文や、劇作家のシーベルト、グスタフ・エイフ・ゲイアスタムから賞賛され、これによって、北欧の文学界に、自然主義文学に対して、新ロマン主義の旋風を巻き起こして、 一躍分断の支配者となった。ついで1889年にはシリアを舞台にした小説エンデューミオンを表し、また同年にルネサンスを論じた評論、ルネッサンスを表して、心理想主義をテーマに掲げたが、1892年に刊行された自伝的小説、ハンス・アリエーヌスなどを経て、いつしか、故郷スウェーデンを愛する詩人に移り変わっていった。余談だが、 ヘイデンスタムの有名な詩である、純礼のクリスマスキャロルは、ハンス・アリエヌスに収録されている。1893年に、最初の妻エミリアと離婚し、同年に二人目の妻オルガと結婚した。文筆活動では1895年に、故郷のスウェーデンを高らかに歌った、歌を表して、愛国詩人となり、翌年の1896年には、 スウェーデン人の気質についてという論文を表して、さらに、スウェーデンを、狂心的に愛するようになった。また、1897年から1898年に、かけて表された、短編小説集、カロリネルナは大北方戦争で活躍し、北方のアレクサンドロスの異名を取ったことで知られる、スウェーデンウォーカール12世に取材した作品である。二十世紀に入った1九百一年には、 セービルギッタの巡礼を表し、1908年にはスウェーデン民族とその指導者を表すなど分筆活動は衰えていなかった。1912年にスウェーデンアカデミーの会員に選出された。1915年に人間が孤独からより高い人間性を獲得するという哲学的なテーマを扱った詩新詩集を表し、翌年の1916年には 我々の文学における新時代を率先的に代表する者としての重要性を認めてという業績によりニルスの不思議な旅の著者として知られるセルマラーゲルレイブに次いでスウェーデン人二人目となるノーベル文学賞を受賞した。1932年にはゲーテメダルを受賞したが、1940年5月20日に亡くなるまで目立った文筆活動はなくエーブラリドで 満80歳の生涯を終えた。より正確な発音だと、バーネルになる。1916年のノーベル賞は、文学賞のみ受賞が行われ、ノーベル物理学賞、ノーベル科学賞、ノーベル生理学、医学賞、ノーベル平和賞はいずれも受賞者がいなかった。スウェーデン人発のノーベル賞受賞者は1903年に、ノーベル科学賞を受賞した科学者スヴァンテ・アレニウスで、ある。 わけによっては、巡礼と返歴の歳月などと表記する文献もあるが、本項目では下記に挙げた参考文献に倣って、巡礼と放浪の歳月の訳を採用する。わけによっては、カロリーネルナやカロリーネナなどがある。また、日本語に訳して、カール12世の飢餓たちと表記する文献もある。ありがとうございます。